ジャメジャメ王子の食べ物語第5回クルバクルバ。トコヨンと言われる日立の国に、とても食いしん坊のジャメジャメ王子という名前の王子がいました。ジャメジャメ王子はどこの国のどんな食べ物にも興味があり、誰かからおいしいとか珍しいということを聞いたり、本に不思議な食べ物が出てくると、それを絶対に食べてみないと気が済まないという厄介な性格の王子でした。ある朝、ナットニーがお城に来ると、ジャメジャメ王子が飛んできました。ねえねえ、アフリカの世界で一番挨拶の長い国にクルバクルバという食べ物があるんだって。行ってみたいよ。世界で一番挨拶の長い国、クルバクルバ。第一王子、アフリカってどれくらい遠いか分かってますか？とにかく行ってみるよ。クルバクルバってなんだろう。いつ帰るか分からないから、カメさんの世話お願いね。行ってきます、と王子はアフリカ行きの船に乗ってしまいました。実はその挨拶の長い国は海がなく、砂漠の真ん中の国でした。やっと隣の国の港に着いたジャメジャメ王子は、そこからまたラクダに乗ってクルバクルバという食べ物のある国を目指したのでした。暑いよ、遠いよ、と言って王子がカラカラに干からびそうになったとき、やっと世界で一番挨拶の長い国に着きました。王子は暑くて気を失いそうになったけれど、最初に会った笑顔の素敵な男の子に勇気を出して長い挨拶をしました。こんにちは、はじめまして。すると今度は相手の挨拶が始まりました。はじめまして。どこから来ましたか？この国は初めてですか？あなたのご両親はお元気ですか？兄弟は？お友達は？あなたのおじさんは？おばさんは？ずっと相手の挨拶を聞いていて、ジャメジャメ王子は長い挨拶の意味が初めて分かって恥ずかしくなりました。心の中で、長い挨拶って時間をかけて言うことじゃなかったんだ、とつぶやきました。周りを見ると、暑いのにみんな笑顔で相手と長い挨拶を交わしています。お互いの家族や親戚、友人、仕事、学校、生活のことなど、まずお互いの今を報告し合っていました。王子もさっきの男の子と長い挨拶をし終わったら、なんだか前からお友達だったような気になりましたので不思議です。そこでやっと、ねえ、クルバクルバが食べたいんだけど、と言うと、そのムサという名前の男の子は、いいよ、僕らがほとんど毎日食べてるものだよ、と言ってムサの家に連れて行ってくれました。そしてそこでもムサの家族一人一人と王子は長い挨拶を交わしました。みんなと挨拶が終わる頃、ムサのお母さんが、クルバクルバですよ、と王子の分を持ってきてくれました。今日はオクラのトマトソースのかかったクルバクルバですよ。クルバクルバは王子の国では、あわやひえというつぶつぶのものでした。その皮を剥いて、くらとふかしたものの名前がクルバクルバだったのです。お腹の空いていた王子はあっという間に食べてしまいました。それから王子はムサの家に泊まり、毎日クルバクルバを食べ、王子は自分の国のことを話し、ムサの家族と仲良くなりました。でもだんだんナットニーが心配していることを考えて、王子は
日立の国に戻りました。ムサと今度はジャメジャメ王子の国で会うことを約束しました。王子は挨拶って本当に大事なもんなんだなぁと学びました。相手のことが好きになると自然に家族やその他のことを知りたくなるし、反対に最初にそれを知ってしまうと相手と友達みたいな気分になるのです。ナットニーがいつにも増してお城の入り口に心配そうに立っていました。ナットニー、ただいま。王子、しっかり挨拶が長い国風になりましたね、と王子の姿を見ると嬉しそうに言いました。おうじふわふわ納豆ご飯がありますよ。王子は笑いが止まりませんでした。ナットニーは長い挨拶をしているだけなのにどうしてそんなにおかしいのか分かりませんでした。おしまい。登録してねばー。